これはね、絶対わけありやね、その様の微笑み。求人が手放して、中古でやったら安くなってる。本当はもう信じられないぐらい高いものでしょ。呪われてるに違いないよね。どうする？もし、買わなければ、ここで初めて借りたが。じゃあ、私、杖や、魔術師の使うような杖、ね、あるかな、とあるよ。武器屋奥の方に行って、また何やらこのごぞごぞと長い棒2本持ってきました。ね。オールドスタッフとヤンキースタッフ、どっちも触らない。ね。素材だからな。あとは知らないけど。どう違うの？ああ、使ってみるとわからんね。魔術師じゃないので足はって。ただ、まだ何も、ね、なんか、入ってないんじゃ。プレイ。だからまあ、素材なんだよ。触らないよ。こんなのいい。あんたが武器にしていかなきゃいけないから。あと知らないんだよ。どうする？やっぱり様の方を読みにしよっか。じゃあどう違う？ああ、持ち具合。自分の、体の骨格とないしょ。好きなようにしないよ。木の値段とかもあるしって、相性のいい木とかもあるんだろう。魔術師によってどの木から作れば、ね、相性どうのこうのあるんじゃないのって、そこは知らない。これ鍛冶師出身だし、ナイフ専門なんだ。一応置いてるよって。でもね、その素材程度だからね。やっぱり様のお笑いにしよっか。呪われてるかもしれない。クエストと関係あるかもしれない。ね、じゃあやっぱり買っちゃおうか。ね、負けてくれるらしいし。買おう。うん。その負けてくれてその値段こそが怖いよね。負けてもらったことこそが。でも今のレドたちにはね、そんなんね、その本来の値段で買えない。やっぱりそういういい品なんですよね。なぜ様の応援を。この武器商人には売りたかったか。で、その手放した求人、様の方法やめを手放した求人って誰なんだか。まあ、ね、カレードのベストがあれば。カリウドさ、間違えるね。クリスタルキングじゃねえぞ、みたいなね。さあ、誰がサービスする？その様の微笑み。レド？カリタ？アイル？それとも誰も装備しない。アイルね。アイルなんか武器持ってんの？なさそう。持ってたでしょ、確か。どこだ？あれ、繋がってない。まだそんな状態ですよ。選択肢が上手です。あったあった、私はいいわ。ごめんごめん、あったあった、ちゃんとこの辺ちゃんと作ったはずやもん。お母さんの形見の焦げたのがあるから。そっかそっか、思い出した、そうだった。ポイのところでこんな話してたじゃん。じゃあ、借りた？レド？それとも誰も装備しない？ああ、ここはレドだよね。レドの装備は、KUV だったか、それ以外、KUV。何の略やったかな？川のロープかな？え、川の UV 買ったの？じゃあ、UV 買ったのじゃなくて。ああ、よかった。レドに TSL、STR、BJK があれば消して、SHE と書いてください。レドの前の装備を教えてください。TSL なら130円。STR なら150円。
BJK なら150超え。めんどくち。小さなレディーか、ブラックシャーク、STR となるかな、ストラックアウトじゃなくてなるかな、忘れた。なんかもう、略。したらキラキラでもないしな、忘れちゃった、ピキョッチ。なんだっけ。何やったかな、 STR やったかな、スナップドラゴンか、これ。ちゃうな。何やった忘れたね。YouTube 見て分かるとかじゃなくて、前の単元見て分かるんですけど。まあいいや。どれかです。どういうことか言うと、乗ってるわ。サウスだったよね、確かに。STR サウスだったよ。ブラックジャック言った、どれ持ってた、サウスだったよね、確か。ね、YouTube ではね、どれ選んだかなと。まあ、サウスラットを買い取ってもらえますかっていうことだけですけど。あるいは、サウスラットはカリタに渡して、カリタが装備交換する。それしてみようか。136。では、カリタの装備を教えてください。KUV? あるいは TTB? PTB? 何やったか。確か PTB やろ。147。デノの KUV と、カルタの TTB を消し、カルタに KUV と書いてください。カルタの SND を消して BJK と書いてください。作り置きのベルトとスナップドラゴンを買い取ってもらえますか。なんじゃそれ。KUV は革のベストやね。TTB は作り置きのベルトやね、どうやらね。ところが作り置きのベルトじゃないけど、そのスナップドラゴン投げない方のね、ジャケットというかさ、ジャケットなんですよ。ところがそのブラックジャックはね、そんないらないし、そのベルトがいるんです。そうってさすがにね。で、買い取ってもらおうか。もういいよね、スナップドラゴン。あ、いらん、やめてく。ずっとスナップドラゴンで行く。今そうなのかな。じゃあ、やめとこうか。で、買い取ってもらわずに。15。あ、じゃあ、レドの赤い袋に入れといてくださいと。レドの赤い袋は商品を入れる袋ですけども、売り物をね、レドが売る、レドが売ってる商品を入れるのが赤い袋ですけど、そこに入れとこう。5個までなら、装備はね、5個までは入りますと。商品以外にね、商品以外にさ、装備を入れる場合は装備は5個までしか入らないとかね、赤い袋にね。商品入れるにしたらまた指示がありますけどね、それはどっちみちね。で、まあ、赤い袋欄に、スナップドラゴン。スナップドラゴン10本セットですけども、すでに何本か使ってたら、マイナス1とかマイナス2とか、書いてあるはずですよね。まあ、とりあえずその、今持ってる分量を、そのまま赤い袋欄に記載し、そして、シーエのベルト。まあ、これ作り置きのね、シーエのベルトね。今日は、作り置きちゃうか。あ、作り置きちゃうわ。だから TTB じゃなくて、PTB のね。だから、注文した方のベルトやね。まあ。ちゃんと作ってもらって、カルタに合わせて。カルタのね、体に合わせて。作ってもらって。だからちょっと待ってもらって。ポイのとこ止まってた時にね、マジの。ポイは風師やからね、その川細工師じゃないのね。さて、レドは、あ、じゃあ間違えた。あ、これは、1マリルで買い取ろうか。安っ。買い取ってもらう。やっぱりやめる。どうか1万、安っ、なんそれ。冗談じゃねえよ、どうする。1マリルもらいました。じゃあまたな、クランクランクラン。3人は武器を出た。表情は少し曇っていますが、路地にさっきの戦士がいた。どうだい、うまく買い物できた。